美ノ歌舞伎博物館あよいざとは、岐阜県水波市日吉町8004-25にある博物館。明治時代に建てられた千芝居の芝居小屋を一区復元したものである。江戸時代から明治時代の美ノ国及び日田国では、地元の人々による千芝居が盛んに行われていた。明治時代には数多くの芝居小屋が建てられており、 ミノ歌舞伎博物館アイオイザの元となった二棟の芝居小屋もこの頃の建築である。太平洋戦争により多くは消滅したが、ミノ歌舞伎を保存するために博物館化が構想され、1976年にミノ歌舞伎博物館アイオイザが開館した、日吉ハイランドクラブゴルフ場の敷地内にある。現在は夏の農業歌舞伎と秋の経路歌舞伎の歌舞伎公演が開催されている。 日吉山日本刀鍛錬所、郷土資料館、宿泊施設の日吉塾本人が隣接している。1887年から1897年頃に建築された二棟の芝居小屋の一部を移築した施設であり、舞台部分は岐阜県江奈郡明智町にあった時技のものを、客席部分は岐阜県増田郡下路町にあった愛追座のものを移築復元している。 板敷きのさじ敷席、二本の花道、周り舞台を有する。また、舞台下には、水槽が備えられているが、これは、愛おい座の落としであり、市川猿之助による、小いつかみが行われたために設置されたものである。展示物としては、江戸時代からの歌舞伎賞4500点、カツなど350点、小道具など300点を保管する。 これらの展示物は1971年に日吉ハイランドクラブに寄贈されたものである。この寄贈を契機に従業員による歌舞伎が行われるようになり、1972年に美の歌舞伎保存会が結成された。美の歌舞伎保存会は松本談笑の演技指導を受け、愛生座の解説を構想するきっかけとなったという。岐阜県は芝が盛んな地域であり、江戸時代から 昭和時代に建設された木造芝居小屋が残っている。主な芝居小屋は以下の通りである。ありがとうございます。